皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、キコちゃんです。バー、めちゃくちゃ頭がすっきりしてる。昨日夜も、1万4000歩ぐらい歩いたから、1万歩で7キロでしょ。1万4000、あ、まあ10キロぐらい歩いたのか。昨日なんかハイボール飲んだら気持ちよくなっちゃって、そのまま10キロぐらい歩いちゃったっていうね。夜12時ぐらいなんだけど、で、いろいろと試行錯誤したんですけども、夜12時に、リセットされました、試練の扉上級が。なので多分今できることといえば、マドハンド、最大10匹まで仲間を呼んでくれるんだ、これは成功法として OK みたいなんだけども、途中のヒイラギ同時、キラーパンサー、ヒイラギ同時で、キラーパンサーだけ倒して永遠にザオラルで稼いでいくっていうような、手法、これが、不正行為、バグ利用行為に当たる可能性が、まあ、あるということで、まあ、それか分かんないんだけどね、多分できなくなってると思うんですけども、マドハンドを使った、ギコちゃんはこれで49万ポイント、これね、取りましたので、今回は、まあ、40万ポイント以上取れたらなっていうところで、動画にしていきたいと思います。手はずの取り方だったりとかね、上級星3つです、ごめんね、喋ってることがこのまとまってなくて、今ね汗だくで帰ってきたばっかなんですよ、この扉取って、これちなみに扉取って、あの会社とか家に帰ってきても OK でございますから、皆さん、取ったら安心して離れて大丈夫です。はい、そんなわけでやっていきましょう。1戦目、テクニカルボーナス内容が3ターン以内に勝利、1匹以上バギー属性で倒す、2匹以上同時に倒す、これバギまで倒すのが多分苦労します。なので武闘家の最新の武器、交流の爪がないとちょっと厳しいかもしれないですね。はい、まあやっていきましょう。1匹以上バギ属性倒すと、さあ何回かやったんで少しずつ安定してきてはいるんだけどね、どんな感じかなというところで、ちょっとね龍が疾風拳やっていきたいと思います。これで1匹2匹押してくれれば、2匹ね、 OKOK 全然 OK で、3ターンなので1つ目ピエロがまあ残ったら防御大丈夫だよね。3ターンだよね、 OKOK、 2匹同時に倒しましたから OK で、2匹以上バギ、属性倒すっていうのも今クリアしましたね。で最後3ターン以内に勝利、まだ2ターン残ってますから、ここでゲスタムーア、ゲスタムーアにするかゲスピサロにするかすごい悩むところなんだけど、まあ3ターン以内ってところを欲しいんだったら、ゴッドスマッシュよりも龍が疾風拳を選んだ方がいいと思うんですよね。でこの防御、ゲスタムーア以外は防御ですね。痛いよ、ほらやめろって。で、1回バイションかけたら気合試してください、武闘家は。まあごめんなさいね、この解説って言ったらばあれなんですよ、装備が整った上でのあれなんで、まあ武器が整った上での話だね。はい、バイシオン ×2 ですね。とプラスアルファであんまり喋るのが上手くないからうまく伝わらないかもしれないんだけど、そこは許してください。で敵の攻撃で3ターン目に入る。ただゲスタムーアの龍が疾風拳でとどめを刺す、最大ダメージ、最大火力を出してとどめを刺すことがコツになっておりますね。龍が疾風拳ですね、気合ためバイシオン ×2 なんで結構な攻撃力かな。おー出ましたね、会心の一撃がちゃんとギガスラッシュと違って乗りますから、はい、最高ですね。48,711 スコアか。ポイントですね。じゃあ次行きましょう。毎回毎回私なぜかね、スラ道で回復してます。考えるのめんどくさいから。次、通常攻撃で勝利、1匹以上眠りにする、2匹以上通常攻撃で倒すってことなんですけども、まあ、進んでいきましょう。ここがね、唯一稼ぎポイントかな。マドハンド、玉ねぎマン、マドハンド。マドハンド、HP がめちゃめちゃ減って、名前が黄色、赤になってくると、仲間を呼んでくれるので、これで最大10匹。1ステージにつき最大10匹呼んでくれるみたいなので、それを便利に利用して、ポイントを稼いでいく。ただ、通常攻撃で2匹倒さなくちゃいけないので、ボーナスね。1匹以上眠りにすることと2匹以上通常攻撃で倒す必要がある。玉ねぎマン、お休みマンだよね。でゲスタークのラリホーで真ん中の玉ねぎマン、これ聞いてくれればいいんですけどね、よくミスるんですよ。あ、当たりましたね。でこれで眠りにするってとこはクリアですね。で攻撃玉ねぎマン、これで、通常攻撃で1匹倒すことができます。で残り1匹、2匹以上通常攻撃で倒すってところで、一番最後の1匹に、通常攻撃を残しておいて、あとはゲスピサロ、これはクリスタルクローを使っているのでゴッドスマッシュを使うことができます。ゴッドスマッシュを使うことができるので、マドハンドを弱めてゴッドスマッシュ気合いため、バイションバイション、
これでとどめさせていくっていう感じですね。一気に倒せないですよ。ミス、そんなことある。バイションね。でルカニンに関してはダメージは変わらなかったので今回使えません。よこしよし、ちょっとミスっちゃったのでかいな。ゲスタムバーがなんでミスったんだろうね、珍しい。うん、まあこの人は気合い食べ、基本的には気合い食べ。もうこっからはゲスピサラさん、ゲスピサラさん攻撃しなくてもいいかなって感じですね。よこしよし、うん、名前が黄色くなりましたと。でギコちゃんで窓ハンドを攻撃して赤にする。赤になってくんないかなこれだと。どうだろう、仲間呼んでしょ、仲間呼んで呼んで呼んでくれたね、ありがとう。これかける10までいくんで、これをやったら、まあ、ゆっくりとやっていくのであれば、確実にポイントを稼いでいくのであればピンチの窓ハンドをゴッドスマッシュで倒して次の窓ハンドをピンチにしていくと、で呼んでもらう、そういう感じがいいですね。3214、会心の一撃が出れば6000ぐらい出ます。会心の一撃が出るとおそらく50万ポイントも見えてくるんじゃないかなと、そういう感じですね。ひたすらもう意味がなくてもバイシオンをかけ続ける、まあ、意味がないわけじゃないからね、継続するからねバイシオンが。でこれで、気合い止め、よっこいしょ1、うん、これたまに会心の一撃出ちゃうんですよ。会心の一撃出ると、急にこの乱れてきます、このテンポが、ペースが。よいしょ、で呼んでくれるはず。ピンチになったら呼ぶ。でピンチになった窓ハンドにバチコリ。これが果たして効率がいいかっつったらまだ分かんないんですけどね、私もね試行錯誤してるんで、まだ現段階では。右いきます。でちゃんとバイシオンをかけていく。怖いですからね、間違って会心の一撃で倒した時、これが一番怖い。で、これも攻撃だね、右ね。で忘れちゃいけないのが最後の一匹を必ず通常攻撃で倒すこと。うん、これ忘れちゃいけません。気合い食べ、最後の一匹は通常攻撃、玉ねぎマンと最後の一匹ね。よいしょ、まあ、これを、窓ハンドが仲間を呼んで、しかし誰も来なかったってなるまで続けましょう。それではいきます。はい、ということでもうしかし誰も来なかったって形になったので、こっからは、ゴッドスマッシュで2匹と、あ、ゴッドスマッシュだね、気合ためを使ったバイシオン掛け2のゴッドスマッシュで、この中の2匹とどめさせていきます。もう仲間呼んでも誰も来ませんね。誰も来なくなったってなったらもうとどめさせていいよって感じですね。よいしょ、ドン。会心の一撃今回出ませんでしたね、残念ながら。うん、さっきも言った通り会心の一撃が出ればゴッドスマッシュで6400ぐらいいくのかな、確かかなり強いんですよ。ちょっと残念ですね。でこっからなんですけど、最後の1匹を通常攻撃で倒す必要があるこのテクニカルボーナスなんですけども、武闘家って器用さが高いので会心の一撃出やすいんですよ。なので最後の1匹は白のまま残しておいた方が無難かもしれないです。ここでもし右攻撃して会心の一撃で倒しちゃったらすごい無駄なことになるので、最後はしっかりと無駄のないようにやりましょう。
稼げるだけ稼ぎましょう、ダメージをね。そう、大体24、5ターンになると思います、ゴッドスマッシュで。よいしょと。ああ、会心出ませんでしたね、それは残念だ。ここから通常攻撃いきます。よいしょ。でおそらくなんですけど、とどめがゲスピサロになると思うので、気合試して、おっと、気合試してとどめ刺しますか。この攻撃だね、気合ため。でとどめはゲスピサロが刺すような形だね。防御できる。そう、これでゲスタムーアも防御ですね。これでHP をギリギリまで減らして高い攻撃力で倒すと。あ、強いですね、やっぱ760。これが多分ほぼ最大なんじゃないかなと、マドハンドでは思いますね。はい、117,560ポイント、結構高いですよね。うん、さあここでまた満タンします。私はね、皆さん道具使ってもいいですし、別に何でも大丈夫ですけどね。私はスラミス使います。で、3戦目なんですけど、3匹以上同時に倒してくださいってところと、一撃で400以上のダメージ出してくださいってところですね。で、ここ4匹います。そう。このうちの3匹を倒せばいいよって話なんで、ここは実は簡単。だし、あんまり考える必要がないところ。龍が疾風剣と回し蹴り。会心の一撃が出ると色々崩れてきます。あ、出なかった、よかったね。で、次は回し蹴り。で、真ん中のダッシュラン2匹が、一番 HP 多いですね。なのでそこちょっと気をつけないといけないところです。ゲスタムーアで2発攻撃して黄色くしたら、あとは真ん中のダッシュランを赤くするだけですね。作業的にはまあ赤くならなくてもいいんですけど、なるべく減らしてあげるって感じですかね。ただ勝ち上げだっけ、あれでゲスタムーアがすっ転んだりするとちょっとめんどくさくなる。この勝ち上げね、これすっ転んじゃうんですよ。だからバイションかけられなくなっちゃったってことですね。うわ、2人突っ込んでし、うわ、運悪い、今回運悪いですね、かなり運が悪い。気合ため気合ためでいきましょう。で真ん中のダッシュラン右の方はリコちゃんが攻撃すると。転んでいるじゃないよな、本当に。はい、これで赤くなったはずですね。突っ転びすぎでしょ、みんないくら超えちゃうよ俺。ここは難しくないです。左右のメタルゴーストは黄色でも落ちます。バイシオン ×2 の気合いため、龍が疾風剣であれば、うん、起き上がってくれ。ゲスタークが起き上がってもらって、バイシオン ×2 にしないと。起き上がってありがとう、やっとだわ。でもし怖い場合はメタルゴースト左戦士で攻撃しとけば、なかなか会心の意識は出ないと思うので、いい感じで削れると思います。で、勝ち上げされないことを祈りましょう。やめろ、勝ち上げは。氷抜き、これ結構強烈ですね。ダブル氷抜きでいいよ。あ、オッケーオッケーオッケー。それだったらありがたい。さあ、こうなったら、ボールでいいや。バイシオン掛け身の気合いため、龍が疾風剣で。おそらく全員落ちるかな。ドン。おぉ、つえつえ。全員落ちましたね。本当は1匹だけ残して、ゴッドスマッシュで決めるのもありかもしれない。ここは69,000ポイントですね。さあ回復していきましょう。で次のステージ、ここね、4戦目なんですけど、1匹以上ヒャド、1匹以上メラ、1匹以上ギラなので、魔法使いに、ゴシックパラソルをつけておけば全て使うことができます。奥に進む。で HP の削り方なんですけども、会心の一撃が出ないことを祈って武闘家2人の回し蹴り2発、これ大事です。これも回し蹴り、 OK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 。 そうするとメタルハンターだけ黄色くなるので、メタルハンターを、削り落としていくイメージなんですね。まずはメラミ、全体攻撃じゃないやつから使っていくのもありかもしれないって感じですね。でギコちゃんで攻撃してあげれば、これで赤なはず確か。よいしょ、ごめん、オレンジだったら赤だね。そしたら右側の奴隷兵士だけ攻撃しましょう。通常攻撃でいいです。もう一丁攻撃してみましょう、右ね。倒すなよ。 OK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  だね。そしたら真ん中メラミで倒します。よっこいしょ、いちと。はい、
で戦士で右を赤です。ポン。OK。意外とドレ兵士 HP 少ないんでこれ気をつけないといけないですね。でここから防御。防御。これギラでいいね。右をギラで倒していく。よっこい勝利した。はい。あとはマヒャドを放っていく。戦士であれば通常攻撃で OK。ここからマヒャドっすね。多分それでいいよね。うん。これクリアしたやつさ、炭とかにしてくれればね、わかりやすいのにね、このボーナス。色変えるとかさ、完了とかさ。マヒャド。もう連発していく。で、これヒャド属性倒すことでいいんだよね。うん。2発ぐらいかな、確か。マヒャド。はい。よいしょと。多分これで落ちましたね。これでテクニカルボーナスが全て完了という形。ただ少ないですね。やっぱりテクニカルボーナスのみなんで。本当はこのダメージボーナスの方がいいのかなとか思ったりするけど、ちょっとわかんないんで。まあいいや。まあ、5903には勝らないでしょう。37386。OK。次行きましょう。ほとんど意味ないけど、スラミチ。で、次は5戦目か。2匹以上同時に倒してねってところと2匹以上弱点をついて倒す。回復は5回以下よってやつだね。奥に進む。ここも、ここが前ね、真ん中のキラーパンサーだけ倒して、ザオラルループでポイントを稼ぎまくることができたところですね。とりあえず回し蹴り。ポン。で、竜が疾風剣。ただこいつらね、左右のやつらがめちゃめちゃ強いんですよ、これ。ヒャダルコ使ってくるんですよ。結構おえぐい強さ持ってるので、気をつけないといけないよって話。で、ギガスラッシュです。よいしょ。ギガスラッシュ。うん。で、真ん中、全員多分黄色。ワンチャンキラーパンサー赤。いてヒャダルコ痛いな。あ、ヒイラギ同時だけか。そしたらゲスピサロさんが気合いため使ってください。うん。で、ゲスタムーアさんも真ん中のキラーパンサー攻撃してください。赤にしてください。うん。で、バイシオンかけてゲスピサロ。多分ギコちゃんの攻撃じゃキラーパンサー死なないと思うから、キラーパン攻撃。で、ゴッドスマッシュでキラーパンサーですね、真ん中の。もうヒャダルコ痛えよ、やめろって。ヒャダルコ2連覇ってここでよくザオラルループできたな、これ。うん、回復行動5回以下ってなってたけど、これ怖いから、まあ5回以下だったら何でもいいから、これゲスタークとか死なないでしょ。で、真ん中を倒すと、ゴッドスマッシュ、よっこいしょー。3040でかいっすね。で、ここのボーナス分かってると思うんですけど、2匹以上弱点ついて倒してねってところと、2匹以上同時に倒してねっていうのがあるので、ヒイラギ同時はバイシオンかけた、銀河流星じゃねえや、銀河流星群じゃねえや、何だこれ、竜が疾風剣で倒していくという感じですね。よし、ヒャダルコやめろやめろ、ゲスピサロが死んじまう、不思議な踊り。ゲスタムはスキルで気合いため。別にゲスピサロも行っちゃってもいいんで、癒し層をゲスタムアに使ってあげる。確実性をね、こう保つためにね。で、バイシオン。これでゲスタムアの最強の、竜が疾風剣が使えるかなと。思います。うん、大丈夫だね。二人とも赤だしね、なんとかなる。え？通常攻撃？ここに来て通常攻撃やめてくれないかな？すごい、ここ難しいよね。はい、ということで、ここで竜が疾風剣使っていきます。これ弱点なんで。さあ、会心出てほしいな。いけ！出なかったね。まあ、それはしょうがないとして。まあ、とりあえずテクニカルボーナスはゲッチュかな、これで。そうだね。すべてゲットすることができたので、スコアは64272です。またスラミチっす。次。1匹以上眠りにしてくださいね。3匹以上同時に倒してくださいねってところなんで、ここがね、実は難しい。多分一番難しい。真ん中の、テラノライナー。こいつが一番 HP 多いんですよ。気をつけないといけない。だからまず最初に、ゴッドスマッシュをテラノライナーにぶつけていく。うん。
すべてにおいて会心の一撃が出ないことを祈りつつやる感じです。会心が出たら全部乱れます。おお、出なかったね。ラッキーラッキー。で、テラノライナーだけ黄色くなったと。そうなったらゲスタムーアに賠償。眠らせることを忘れちゃいけないからね、みんな。ここで、ギガスラッシュ。これは会心の一撃が出ても弱くなるだけだから調整がしやすいです。 OK、 これで黄色、赤、黄色かな。違ったらごめんね。あ、赤赤赤だ。結構いい感じで、防御、根魚で気合い溜めで、忘れちゃいけないのが眠らせること。ラリホ、真ん中のテラノライナー、寝てくれ。 OK、 寝てくれた、ありがとう。ただ左右がね、たまにね回復するのでちょっとうざいんですよね。で、3匹以上同時に倒すと 60% なんで、かなりでかい。テラノライナーさえ寝させておけば大して強くねえから。こちら気合ためして防御、そして、バイシオンでゲスタムーアで、ゲスタムーアの竜が疾風剣で3匹同時にホーフォールという感じですかね。よいしょ。ではさよならの時でございます。竜が疾風剣セイ、会心出ろ。出なかったけど、まあとりあえずテクニカルボーナスはゲットですね。よいしょ。ここも 63,099。 この時点ですでに40万ポイント突破してる感じですね。で、次がラストでございます。ラストはもう難しいことはないですね。2匹以上同時に倒す、1匹以上バギ属性で倒す、7体以内に勝利してくださいってやつなんですけど、バギ属性、これまたバギまでやると難しいから、交流の爪が結構必要になってきます。多分ほぼ必須なんじゃないかなってぐらい必要です。ここはね、回し蹴りもう全体攻撃でバランスよく、ただ一番右のつむりんママだけがいろいろ対戦持ってるのでちょっとうざったいっていう、そんな感じ。龍が疾風剣で、とどめは龍が疾風剣でいくので、ゲスタムーアに賠償かけていきましょう。で、1ターン目で必ずガメゴンは、魔法カンタをつけていきます。つむりんママがバイキルトをかけてからね、ちょっとうざったいんですけども、これギガスラッシュ、これもつむりんママだけが耐性持ってます。悪いの、こんなつむりは持ってたっけ。耐性寝ちゃったね、これは運悪いね。うん、バイキルトの魔法カンタ、ちょっぴりうざい感じですね。で、ここで一旦使ってください、龍が疾風剣。危ない危ない、会心の授業やめろって、眠ってるじゃないよ本当に。で、バイシオンをかけていく。で、ダメゴンが1回目どんな攻撃してくるかっていうのが非常に大事になってくる。まあ、ギガスラッシュしてください。まだ黄色なので大丈夫です。こいつら HP 多いんで全然大丈夫です。左2体を一気に落とす感じです。ツムリンママだけ残して最後ゴッドスマッシュで決める、そんな感じ。ゴロリンチョと、かわいいですねダメゴンは。バイキルトこっちにも使わせろって、本当にずるいよ。で、気合い溜めポン、スキル、まあルカにでもアロインフルかけとくか。まあ効かないと思うけどね。ミスって、あ、効いた、ラッキー。ただ通常攻撃で削るだけ削っておく、アロインフル、よいしょ。うん、赤になってくれたらなーっていうね、願い込めて。いつまで寝てんだいこのゲスピサロは早く起きんかい。はい、赤赤になったので、ここで、バイシオン ×2 に気合いためを使っている龍が疾風剣でアロインプとガメゴンを落とします。落ちらず、うん、2匹同時に落ちますね。でツムリンママ黄色だと思うので、うん、ここは、通常攻撃をしていくわけですけども、ちょっとなんか危ねえから自分隠しとこう。こっちイオラ使ってくるからワンチャン今のは届きうる HP なんでね。さあバイシオンでゲスピサロ、それまでは通常攻撃でツムリンママを赤にしましょう。あ、やっぱユーラ来たか、これ強烈だかんな。そして気合痛めゲスピサロね。ゲスタムは攻撃、会心出るなよ。よしよしよし。で、バイシオン、オッケーで攻撃。さあ、それで赤になったはず。バイギルトね、遅いんだよバイギルトが。
赤になってない。これ赤か。よし。で、最後のとどめはゴッドスマッシュ。これで最大ダメージかな。もうちょっと通常攻撃ぶっ込めたと思うけども、これがまあとりあえず最大ダメージですね。さあ、これでポイントの方を見ていくと、うん、486,306。会心の一撃が出なかったので、ちょっと50万には届かないと思うんですけども、49万ぐらいか、この後見てみましょう。お、ガメゴンの心は S か ?D でした。D しか出てねえよ、今のところ。それでは。なんで向こう向くんだよ。なんだよ。やめろ、ほんと。50万いかないんだね。49万。あ、49万。あ、6000ね。はいはいはい。あ、スコア更新しましたね。49万2000から49万6000になりました。今回でちょっと更新することができましたね。はい、そんなわけで、まあ、約50万。40万以上って言ったんだけど、まあ、50万弱ポイントを出す方法っていう動画にしとこうか、じゃあタイトル変えてね。はい、そんな感じでございました。会心の一撃さえ出れば、おそらくこれ、もっと上に上がると思いますね。50万ポイント超えると思います。皆さんぜひ、もし装備持ってたらやってみてください。そんなわけで、会社近辺の扉はすべて、ギコちゃんの名前で埋め尽くすぞ。以上、ギコちゃんでした。バイ。